今回のテーマはハードウェアと著作権です。はい、いいですか。はい、一部で話題の話題だった、話題だった、そうですね、ちょっと前ですね。はい、今日はマキさんが説明してくれる。私がですか。金本さん説明してくださいよ。これスライドシェアにですね、スライドをアップロードしておりますので、はい、皆さんご覧ください。ご覧くださいませ。で、今日の話はどういう話かっていうと、まあ、まず結論からいきましょうか。はい、お願いします。はい、工業製品の設計には著作権 は発生しない例外あり。あ、そうなんですか。なんで金本さんから聞いたんですよ、私は。ね、設計の図面にも著作権は発生しない。はい、はい、工業製品の権利の保護は他の法律で行いましょうという話ですね。はい、まず著作権とは何なのかっていうところからです。あの、いろんな可能性があるから漠然とではあるけど、割と明確に規定されていると思います。はい、著作権とは、これはね、著作権法第2条1第1っていう1項っていうところに書いてあるんですけども、はい、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものを言うというふうに、かなり明確に定義付けされてるんですよ。はい、で、じゃあこれがその工業製品に当てはまるのかっていう話なんですけど、じゃあ思想を表現した工業製品であるのか、ちょっと違うんじゃないの。まあ、あの、こういうふうにしたい、工業製品はこの製品はこうあるべきだって思想をね、はい、表現するっていうことは言えなくもないので、ね、はい、まあゼロじゃないけど、まあでも難しいかな。はい、で、じゃあ感情を表現した工業製品ってあるのかな。それは工業製品じゃないんじゃないですか。違うんじゃないのって話ですよね。はい、で、次に、創作的に表現したもの。はい、じゃあ工業製品っていうのは創作的な表現なんですか。これまたね、批判団の分かれるところではあるんだけども、はい、創作的っていうのは、こう作った人によって違うものになるよっていうことだと思うんです、大体。はい、そういう観点で言うと、工業製品って要件、仕様を決めると、うん、大体同じものができちゃうんですよね。あの、まあ、まあ、そこにはまたね、はい、いろいろとね、はい、いろんな判断があると思うんですけど、割と同じようなものができちゃう、うん、こういう機能があって、こういう出口があって、こういう入り口がありますよって決めると、大体中身一緒じゃないですか。うん、そうですね、だから創作的とはちょっと言いづらいんじゃないですかとは言われてます。で、次、うん、はい、で、文芸、学術、美術、音楽、これね、うん、ほとんど該当しないですよね、工業製品はね。はい、まあ、まあ、学術、そうね、学術論文の中にある工業製品の設計図っていうのは、それは著作権の一部になるかもしれない。うん、でも著作権にする必要はありますかね。いやいや、学術論文は、まあまあまあ、著作物ですから、まあ、まあ論文はね、論文はそうですけど、そうで、あと美術もちょっと、まあ、分かんなくないけどね、美術的に美しい工業製品というのはありえるから、うん、まあゼロじゃないとは思うけど難しいよねと。で、あとの文芸、うん、音楽ってもうこれ全然該当しないですよね。はい、該当しない。で、ちなみにその外見がそのかっこいい、うん、その工業製品、うんうん、ね、持っててかっこいいものって、はい、あれは衣装権なんですよ。あ、だから著作権じゃないんですね。ちゃんと別の権利が用意されてます。はい、まあ、そういうのがあって、で、まあ、著作権っていうのをその工業製品に対して使うっていうのは、その工業製品を守るために著作権っていうのを持ち出すのはなかなか難しいんじゃないですかっていうのが、割と世の中の判断だと思います。世の中の判断っていうのは、割と専門家なんかが言ってることだと思います。これは僕が別に主張してる話じゃなくって、はい、ただもちろん例外あります。あの、よく言われる例は建築、これは建築の著作物なんていうふうにも専門家も言うんですけど、建築、まあ普通のお家建てても別にね、あれは著作権にはならないんですけど、うんうん、はい、いわゆる、あの、ちょっと名の通った建築家が素敵な建物、こういいなって思うような素敵な建物を作った場合、これはその
まあ、確かに工業製品の一部ではあるかもしれないけども著作権は、うん、あの発生しますし、その設計図にも著作権はあるということなんですよ。だからあの、まあ、その建築に限らずなんだけども、著作権が発生する可能性がゼロとは必ずしも言い切れないです、うん、うん、ただかあのゼロじゃないけどなかなか難しいし、別に僕らが普通に簡単にチクチクっとね設計するようなものでは発生しないと思った方がまず間違いないです、はい、でただしこれは日本の場合であって、うん、あの著作あの他の国の場合では少し判断が違う可能性はあります、うん、あの一応ねそのバンコク著作権条約だっけなっていうので、割とその著作権っていうのはどの国の法律でも同じような感じにはできてるんですけど、はい、でもちょっと判断が違う可能性はあるそうです。というわけで、まあ、かなり元に戻るんですけど、はい、著作権が想定しているものはおおむね芸術的なものですよというのを、はい、これはぜひ覚えていただきたいなと、はい、でここでねみんなもむっと不思議に思うと思うんです。いやソフトウェアこれ著作権あるよね、ソフトウェアって工業製品の一部なんじゃないのって話なんですけど、うん、まあ、あのソフトウェアが実は例外なんです。うん、ソフトウェアはまあいろいろ、まあソフトウェアがね生まれた頃っては著作権で守られてなくていろいろと論争があったんですけど、はい、まあ、結果的にソフトウェアは著作権で守ることにしましょうっていうのは決まった。これは本当例外なんです。うん、まあ、著作権法にもはっきり書いてあって、ソフトウェアの著作権、これは守られることが明確に書いてあります。でついでに言うと著作権ってものすごく強力なんです。うん、これはね本当びっくりするような協力で50年間存続します、はい、まあ、普通はその個人だったら作ってからさらにその人が死んでから50年間、はい、法人が作った場合ならば公表から50年間自動的に存続する手続き不要なんです、うんうん、これはものすごく強力な権利で、だからこんなに強力な権利をその何ですかね、その公共製品に与えてしまったらばちょっととその工業科学の発展にその悪影響があるんじゃないのかなっていうのが法律を作った人たちの考え方ですよね、うん、で工業製品はあの他の法律で守ってください、でどこにもなかった解決方法は特許権ですよね、で、まあ、特許権ってほどじゃないんだけどもちょっと新しい構造とか工夫とか組み合わせとかそういうものは実用新案権っていうのがあります、うん、それからさっきも言いましたけどかっこいい見た目、これは意匠権で、商品名とかロゴマーク、これはあの商標権っていうものが用意されてますと、はい、であとあの IC の中身、 ICLSI の中身のは回路配置利用権っていうよく分かんない権利が、そんなのあるんですか。あるんです。もうこれをねよくねみんな勘違いして、ね、これがあるからハードウェアはもう、には権利があるんじゃないかっていうのはちょっと違うんですね。ちょっと違うんですね、はい、なん で、はい、でこれら今言ったこれらの権利っていうのはいずれもその手続きをしなきゃいけない、はい、ルールになってます、うん、で自動的には認められない、手続きをしなきゃいけなくて、しかも20年だっけ、ちょっと詳しく覚えてないけど20年ぐらい存続、短めなんですね、短めだし、あとそのお金を払い続けなきゃいけない。あ、そうですね、商標権だって、はい、毎年っていうかまあ更新があって、ね、お金払ってないと権利がなくなる、なくなっちゃいます。工業を守るにはこんぐらいのちょっと厳しめの権利の方がいいんじゃないのっていうのが法律を作った人たちの判断です、うん、それは発展のためですね。そうですね、でちょっと、まあ、次のページ11ページに書いておきましたけれども、その法律の理念、はい、でからその著作権もそうだし工業所有権もそうなんだけども、その作者にねたくさんお金を稼がせることが目的じゃないんですよ、うん、それはあの手段であって、はい、その一時ねその作った人にお金を稼がせてあげる代わりに文化とか文明とか、まあひいてはその工業を発展させることが目的なんですね、うん、だからその辺のバランス、うん、さじ加減っていうのが、うん、まあ今の法律を作った人たちは意図したことです、うん、でじゃあ、ね、工業製品、まあ、ハードウェアって、
その守るのすごく難しいのと、守れないのって話なんですけど、うん、じゃあ特許も取れないような普通の回路、はい、普通の回路は特許取れないですよね、うん、それはそうですね、うん、普通の回路守れないのって言ったら守れないんですよ、はい、だから守りたかったら秘密にするしかない、うん、だからどんな形でも公表してしまったらば、うんうん、もうダメダメっていうか、うんうんうん、うん他に守る方法はないんですね。でその秘密なのに真似された場合は、まあ、少なくとも日本ではその不正競争防止法で対処がすることができるはずです、うんまあ、これまたね使うの法律使うの難しいらしいんですけど、例えば基板、はい、真っ黒に塗ってある基板でね、これ秘密なんですよ、これをこう全部解析されてっていうのはちょっと不正競争防止法事案らしいですよ、うん、あるいはじゃあそれこそ工業スパイで回路図を盗んだとかね、そういうのはその不正競争防止法の話です。でも普通の回路だったら真似しようと思わなくても、うんうん、そうそう同じようになっちゃうことはあるんじゃないかと思うんですけど、そうそう、いやだからこそ著作権法ではないんですよ、はいはいはい、著作権じゃない、それはそうですね、はい、逆に著作権があったらやばいって、うん、ちょっと似てる回路ができちゃったら、ね、お前俺の真似したろって言われるんだよ、真似しなかったとしても それはそんな世界に僕は暮らしたくない、そうですね、それは、うん、それはちょっと嫌ですね、そう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 、そうかそうか、で、次の13ページですけども、はい、オープンソースハードウェア、ちょっとこれはね問題になるのかなと思っています、うんまあ、オープンソースハードウェア、まあ設計をオープンにすることで、まあ、どんどん発展させましょうねって理念、まあ、それはすごくいいと思うんですけども、このオープンソースハードウェアって言ってる時に、その何でしょうかね、誰かが作ったものを私が使いましたって言ったらば、これをさらに使って何か作ったものをさらにオープンにしなさいねっていうことが、まあ、規制されているんですね、はい、規制というか、そうなんだろうな、うん、規制っていうのかな、うん、されているんですよ、要求されてるんですよ、はい、なんですけども、うん、その要求している根拠は、うん、著作権を根拠としているんでうん、だから法律的には強制力がないんですよね、そうですね、うん、そうですね、まあ元を作った人の希望みたいな感じですかね、そう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 、だからそうね、うん、現状その根拠としていることはちょっと根拠が薄いというか、うんはい、根拠にしていることが問題かもしれないなと思います、うん、ただまああくまでも希望だし、はいまあ、作った人がね使った場合はさらにオープンにしてねっていうのを希望としては有効だとは思います、うんうんうんこれはちょっとなかなかね判断難しいんですよ。ちょっと難しいですね。うん、まあでもそういうのがあるからちょっとオープンソースハードウェアでは敬意を表すみたいな、そう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 話になってるんですよね。敬意を表しましょうみたいなね、うん、話になっていてますね。なかなかちょっと難しいんですけどね。ねはい、まあ当社の場合どうやってるかっていう話ですけど、はい、まあそのオープンソースハードウェアに絡みどうしてるかって話ですけど。まあ、なるべくその回路図を PDF で提供しましょうということはやってますよと、はいうんまあ、だから提供してるってことはその回路を使う分には好きにしてくださいって話です、はいうん、どんな権利もないのでこっちには、はいうん、なので皆さんPDF はぜひ使ってくださいって話です、はいはい、でただ残念ながらその現状我々ではそのできてないのはその、はい基盤のアートワークのデータ、銅箔のデータですね、うん、これは現在あんまり提供してない気がします、はい、あともう一個はその編集可能な CAD データの提供も現在はあまりできてないです、うん、この辺はちょっとその完全に同じものをねちゃちゃっと作られるっていうのはちょっとまだ僕らも納得がいってない部分であって、ね、この辺の折り合いがついてないっていうのは正直なところです、うんはいでもう一個そのコピーライト表示を行わない、はい、それは行わない、うんうん、そう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 、はい、著作権がないのでね、はい、コピーライトの表示も行わないようにしていますと、はい、さあ最後のまとめです、はい、
工業製品には、まあ、基本的には著作権は発生しません、ありませんと、はい、ありません。で、守る方法としては、あの他の法律、特許権とか、うん、意匠権とかそういうものが使えるんであれば、そういう法律を使いましょうと、はい、でそうでないならばもう秘密にするしかありませんよというのが守る方法です、はい、で、製品やあの設計図に著作権の表示はしするのはちょっとよろしくないよねと、ないから、はいはい、うん、ちょっとかっこ悪いですしね、うん、そう、たまにね、基板見るとコピーライトが書いてあることあるんですけど、はいはい、でちょっとかっこ悪いかな、ね、と思います、はいはい、さあそんなところでしょうか。というわけでこれはスライドシェアにアップしておりますので、ぜひご覧いただいて、はいはい、参考にしてくださいと、参考にしてくださいというわけで、はい、今日はこの辺で、はい、今日はこの辺で、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。